のギターボーカル担当です。ポピポは私たちが1年生の頃に組んだバンドで、今年で結成2年目になります。いろんなことがあったし、喧嘩もしたけど、みんなのおかげで毎日が本当に楽しいです。そうそう、キラキラドキドキしてる。この1年、私たちの周りはキラキラドキドキに溢れてて、それはきっと私たちだけじゃなくって、いろんなバンドの人たちに出会えたからだと思うんです。なんか話してたらワクワクしてきちゃった。これから先どんなキラキラドキドキに出会えるんだろう。なんだかじっとしていられなくなってきた。アリさん、これから蔵に行ってもいい？ギター弾きたくなっちゃった。はぁ、まだ自己紹介撮ってるから。じゃあ終わったらね、お願い。わ、ということで富山かすみでした。ポッピンパーティーのキーボード、市ヶ谷ありさです。あとなんか生徒会の書記もやってます。一応これにはいろんな訳があって、まあでも勉強にはなってるかな。ポピパの時間もちゃんと取ってるつもり。まあ大変だけど、でもポピパのためだったら。って、なんでもねえ。今のなし。おい、今のなしだからな。ダメだよアリサ、今のところもちゃんと使う。去年は最初キャラが変だったのに、今回はちゃんと最初からアリサだね。どっちも私だ。全然うまいこと自己紹介できなかった。とりあえずこれからもポピパ頑張るんで、そのよろしく。山吹さやです。ポッピンパーティーのドラム担当です。ポピパを始めてそこそこ経つけど、毎日楽しくやってます。学年が上がって後輩ができたりとか、1年生の時よりちょっと忙しいこともあるけど、それ以外はみんな相変わらずって感じかな。いい意味でってことですよ。もちろん周りの環境が変わって改めて思ったんですけど、こうやって相変わらず一緒にいられてることってすごいことなんだろうな、なんて思います。だから大切にしたいです、なんて。以上、ポッピンパーティー山吹さやでした。花園たえです。ギター担当、ポッピンパーティーです。私ポピパが好き、バンドが好きで、ポピパが好き。みんなで演奏することって本当に楽しいんだよ。この気持ちを教えてくれたのはきっとポピパのみんな。一人でギター弾いてた頃にはもう戻れないかも。そのくらいバンドが、ポピパが好き。あとウサギとハンバーグが好き。ん？自己紹介だから好きなものを言ってみたよ。苦手なものとかも話した方がいいのかな。別に大丈夫？じゃあこれで自己紹介は終わり。私たちのことよろしくお願いします。牛込めぎみです。ポッピンパーティーでベースをやってます。それからポピパの曲も作ってます。なんだかこうやってカメラの前で言うのは少し恥ずかしいけど、ベースの演奏もポピパの曲を作ることも大好きです。だからこれからもみんなと一緒にずっとずっとポピパでいたいなって思ってます。ミミ、今のすごく良かった。もう一度言って。え、恥ずかしいよ。そんなことないよ、もう一度お願い。お大ちゃん、カメラ止めて。
ちょっとモカ、何撮ってんの？また自己紹介？それ1年の時も撮ったじゃん。もうよくない？はぁ、見たけらん。アフターグローのボーカルとギター、終わり。他にって言われても別にないし。そうだな、曲作ったり歌詞を考えるときはだいたいここに来るかな。まあ集中したいときにモカとかトモエに絡まれるとうるさいなって思ったりもするけど。嘘だってば。冗談でもそういう顔でこっち見るのやめてよ。まあそういう瞬間も悪くないかなって思ってる。ここは私だけじゃなくて私たち5人にとって大事な場所だから。以上、終わり。歌詞考えないといけないからもう終わりだってば。集中するから静かにしててよ。宇田川智恵、アフターグローのドラム担当。よろしく。ダメだ、やっぱりこういうの苦手なんだよな。1年の時に撮ったやつもこんな感じだったな。ひまり、なんか話のネタないか？何でもいいからさ。撮影してるんだからダメだって。妹のアコが今年高校生になってさ、同じ校舎になったからよく私の教室に来るようになって、アコは相変わらず私のことをかっこいいってついてきてくれてる。だからこそ私も頑張れるんだ。私はアフターグローのドラマーとしてこれからも最高にかっこよくありたいって思ってる。以上、こんな感じでどうだ？またアコの話してるって？まあいいだろう。私がドラムをやってく上で大事な存在なんだしさ。よし、私の分はもうこのくらいでいいだろう。次行こう。次。羽沢つぐみです。アフターグローでキーボードをやってます。アフターグローは5人とも幼馴染でもう10年以上一緒にいるんです。バンドを結成したのは中学の頃、クラスがバラバラになっちゃったことが理由だったんですけど、今年はまた5人全員が同じクラスになれたんです。本当に嬉しかったな。多分5人一緒のクラスになったのは中学1年生の時以来かな。あ、もちろんクラスがみんな一緒になってもこれからもバンドは続けますよ。それがいつも通りですから。ちょっと恥ずかしいな。まだ撮ってたの？もう切っていいよ。ラン、ちゃんと可愛く撮ってくれてる？うん、サンキュー。青葉モカちゃんです。真面目にやれって？もうランは厳しいな。ギター担当です。ねえ、あとは何知りたい？ちょっと答えてよラン。最近ハマってるパンとか知りたい？撮ってるんだってば。ということで、バンドメンバーは今のランちゃんとピーちゃんとともちん、すぐの5人です。みんな私の幼なじみです。ねえラン、さすがに答えてくれないか。ま、いいや。アフターグロー、どうぞよろしく。決まりです。アフターグローのベース担当です。そ
このバンドのリーダーもやってます。リーダーっていうのはみんなのスケジュールをまとめてスタジオの予約を取ったりライブの参加申し込みをしたり結構いろんなことやってるつもり。リーダーの仕事って私にとっては結構大変なことばっかりなんだけど、私はアフターグロウが大好きだし、アフターグロウのリーダーでいることが私のいつも通りだって思うから、これからもリーダーひむり頑張ります。ちょっとカッコつけちゃったかな。でもこのくらいいいよね。リーダーだし高校2年生になったし、うん、私これからもずっとずっとバンドが続くように頑張ろう。皆さんこんにちは。まんまるお山に彩りを、パステルパレットボーカル丸山彩です。皆さん、パスパレの楽曲は聞いたことありますか？パスパレの楽曲は本当にいろんなものがあるので、きっと皆さんのお気に入りが見つかると思います。まだ聞いたことない方はぜひ私たちの曲を聴いてお気に入りの一曲を見つけてみてくださいね。お気に入りの一曲ができた時はライブにもぜひ足を運んでいただけるととっても嬉しいです。ライブはもちろん生演奏、生の歌唱です。最高のステージをお届けしますので、ぜひぜひ遊びに来てください。皆さんとお会いできるのを楽しみにしてます。それではパステルパレット丸山彩でした。今度はちゃんと尺通り収まった。よかった。こんにちは、パステルパレットドラム担当大和麻耶です。パスパレでの活動はバンドだけじゃなくて、アイドルとしていろいろなことを経験させてもらってます。昨年だと無人島へ行ったり、お正月番組のレポをさせていただいたり、最初はバンド以外の活動は不安や緊張の方が強くて毎度そわそわしていたんですが、最近は少しだけそのそわそわもドキドキに変わってきた気がします。あのドキドキって緊張とかじゃないですよ。いえ、緊張はもちろんするんですけど、その今回はどんな経験ができるんだろうって楽しみに思う気持ちが強くなってきまして、そういう部分では少しアイドルとして成長できているのではないかなーなんて。そうだといいなー。これからもパスパレとしてアイドルとして成長していきたいと思っていますので、皆様どうぞよろしくお願いします。こんにちは、パステルパレット若宮イブです。パスパレではキーボードを担当しています。パスパレの活動は楽しいことばかりです。少し大変なことがあっても楽しい気持ちの方が勝っちゃいます。メンバーの皆さんがいれば大変なこともなんてことないです。皆さんとたくさんの大変なことを乗り越えたその先にはきっと誠の武士道があるに違いありません。大好きなパスパレの皆さんと大好きなファンの皆さんと一緒にこれからも誠の武士道に向かっていけたらいいなと思っています。誠の武士道を見つけた時、私は一体どんな人間になっているのでしょうか。今からワクワクしますね。まだまだ道半ばの私ですが、パスパレの皆さんと一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。パスパレのギターひなです。よろしく。自己紹介か、何がいいかな。パスパレが面白くて大好きって話じゃ普通だし。え、その話でいいの？うん、私はパスパレ大好き。
し、パスパレのみんなはよくわからないことを私にいろいろ教えてくれるんだ。だから大好き。私はわからないことが大好きで、わからないから私じゃない人たちのことが大好きで、でもパスパレのみんなはそのわからないことを説明してくれて、だからみんな大好き。もうちょっとわかりやすく。別にいいじゃんこれで。とにかく私はパスパレが大好き。だからこれからもパスパレをよろしくね。皆さんこんにちは。パステルパレットのベース、白崎千里です。バンドを始めたばかりの頃は慣れないことばかりで、自分自身もどかしく感じることも多かったんですが、最近では逆にベースを弾かない日や、みんなとのレッスンがない日の方がそわそわしてしまうくらいなんです。きっと私以外のメンバーもそんな風に考えているんじゃないでしょうか。そのくらい私たちはパスパレの活動を大切にしています。ぜひそんな私たちのライブを見に来てください。私たちにとって大切な場所であるパスパレ、そのステージを皆さんと共有できたらとっても嬉しいです。皆さんとどこかでお会いできる日を楽しみにしています。以上、パステルパレットベース白崎千里でした。ミナとユキナ、ロゼリアのボーカルをしているわ。私たちには目指すべき場所がある。必ずたどり着かなければならない。今の私たちが目指す場所まであとどのくらいなのか、正直はっきりとはわからないけれど、結成した頃よりは確実に近づいていると思っているわ。その理由は、いえ、ここで話すことではないわね。きっと私たちの演奏を聞けばその理由はわかるはずよ。私たちロゼリアの演奏を聴けば、その演奏を届けられる日を楽しみにしているわ。ロゼリアのキーボードを担当してます、白金凛子です。キーボードの他にロゼリアの衣装も作っています。キーボードの演奏も衣装を作る時間も、どちらも私にとってとても大切な時間です。いえ、それだけじゃありません。バンドの練習も、休憩中に今井さんが作ってくれたクッキーをいただくことも、ロゼリアに関わる全てが私にとってとても大切な時間です。この時間がいつまでも続くように。それから私たちの目指す場所にたどり着けるように、私はこれからもロゼリアで居続けたいってそう思ってます。少しは去年よりちゃんと話せるようになってるかな。でもやっぱりちょっと恥ずかしいな。僕の闇より現れし、混沌を司る魔王、裏川アコ参上だ。いっひひ、決まった。裏川アコ高校1年です。ロゼリアのドラマーです。アコね、今年から高校生になったんだ。見て見て、制服の色が違うんだよ。かっこいいでしょ。お姉ちゃんもお姉ちゃんと一緒になったから、すぐ遊びに行けるようになったんだ。ひふ、嬉しいな。あ、もちろんロゼリアとしても全力で頑張ってるよ。あー、でもこの間もさよさんに、学年が上がったくらいで浮かれすぎよって言われちゃったし。けどアコはロゼリアで世界一かっこいいドラマーになるんだって決めてるから、頑張るからよろしくお願いします。
今井梨沙です。ロゼリアのベーシストです。去年に引き続き今回もロゼリアについて話そうかな。前回はロゼリアはすっごい真面目でお堅いって話した気がするんだけど、それもだいぶ変わってきたかな。真面目でひたむきなところは変わってないと思うよ。もちろん、なんて言うんだろう、演奏しててちゃんとみんなの存在を感じられるっていうか、みんなロゼリアしてるって感じがするんだよね。だから私今のロゼリアがすっごく好きなんだ。ちなみにこれユキナが撮ってくれてるんだけど、昔なら絶対こういうのを協力してくれなかっただろうしな。ね、ユキナ。リサ、それは自己紹介に関係ないでしょ。急に話振っちゃってごめんごめん。そんなわけでロゼリアをよろしく。氷川さよです。ロゼリアのギタリストです。この撮影をするにあたって話すことをまとめてきたので、そちらを読みたいと思います。もう少し自由に話してもいい？そう言われてもギターは好きか？ええ、そうかもしれないですね。今はロゼリアのギタリストとしての音を探求しています。ロゼリアらしく私らしくもある音、それがどんなものなのか探していければと。以上、こんなところでいいかしら。好きなものについて？それはバンドには関係ないでしょ。以上で終わりです。今井さん、先ほどのところはカットしてください。いいわね。私たちは世界中を笑顔にするために活動しているバンドさ。そのためのステージはどこだって構わない。シェイクスピアもこう言っている。運命とは最もふさわしい場所へとあなたの魂を運ぶのだとね。つまりそういうことさ。だが世界中のどこかで私たちを待つ子猫ちゃんに会いたい気持ちと会いたくない気持ちで張り裂けそうなんだ。私たちが会いに行くとなれば、今そこに笑顔がないかもしれないということだからね。ああ、もしそうだとしたら、こんなに悲しく儚いことはないよ。儚い。この儚い思いを歌にしてもいいだろうか。すみません、尺がちょっと伸びそうなんで、一旦録画切って仕切り直してもいいですか。なるほど、ではそうしよう。子猫ちゃんたち、それじゃあね。どうも、ハローハッピーワールドの奥沢美咲です。なんかこうやって名乗るのも今になってみると恥ずかしいな。あ、一
一応私もメンバーってことで自己紹介取ってもらってます。私はステージに立ってどうこうは相変わらずしないんですけど、そういうのはミシェルの仕事なんで。私はまあステージ以外のことをやるっていうか、そういう感じです。ステージに立つこと以外でもハロハピとしてやることはいろいろあるんで、曲作ったりなんかいろいろ。主にサンバカは相変わらずめちゃくちゃだし、ついていくので精一杯になったりもしますけど、まあ楽しくやれてますので、このままハロハピではいると思います。多分、やはり。カノンさん、さっきのところからカットしといてもらいます。なんか余計なこと言いすぎた気がする。こんにちは、ハローハッピーワールドのミッシェルだよ。ミッシェルー。うっ、あくびちゃん、今自己紹介の撮影をしてるからちょっと待ってね。あら、ミッシェルじゃない。あなたも自己紹介を撮っているのね。君の自己紹介を最高のドラマにするために、この私は必要じゃないかい？あー、いや、大丈夫です。そんなこんなで、すっごく賑やかなメンバーに囲まれて毎日楽しく活動しています。私たちみんなミッシェルが大好きなのよ。ミッシェルもみんなが大好きだよ。それじゃあどこかのライブで会おうね。バイバイ。バイバイ。ハローハッピーワールドの松原かのんです。担当はドラムです。他には一応作詞のサポートをしたりもしてるかな。美咲ちゃんに比べればサポートもあんまり上手にできてないかもしれないけど、前に自己紹介を撮った時、ハロハピに入ってこんな自分でも変われるのかもって話した気がするんです。自分で言うのも変だけど、私ハロハピに入って活動を続けてきて少しだけ変われた気がするんです。ちょっとだけ積極的になったような、前に比べて無理って言わなくなった気がします。ハロハピにいると無理なんかないって思えてくるから。無茶はたくさんあるけど、これからも世界中を笑顔にするためにハロハピとして頑張りたいって思ってます。世界中を笑顔にすること、無理じゃないって思うから。やっほー、ハローハッピーワールドの北沢はぐみだよ。あ、楽器はベース。ハローハピの活動はすっごく楽しいよ。みんなを笑顔にすることができて嬉しい。それからね、はぐみ、ハローハピに入って好きになったものもたくさんあるんだよ。一つは真剣勝負。気づかなかったことかもしれないんだ。はぐみ、これからも世界中のみんなを笑顔にするのと一緒に、もっともっといろんなものを好きになりたい。ハロハピだったらきっとそうなれるって思うんだ。だからこれからもハロハピの活動頑張れよ。おー。あ、はじめまして、シロです。モルフォニカのボーカルと、あと作詞を担当してます。月の森の1年生です。あ、月の森って言ってもすごいお金持ちとか
すごい才能があるとかそういうのじゃなくて、普通の中学校から月の森に来たので、他の子と比べるとすごく平凡だと思います。入学してからくじけることがたくさんあったけど、今は楽しいこともたくさんあります。バンドに出会えたし、モルフォニカのみんなもいい人たちだから、たくさん頑張らなくちゃいけないことはあるけど、平凡な私でも特別なものを見つけられたら、このバンドが特別なものになったら嬉しいです。一生懸命頑張るのでよろしくお願いします。ごきげんよう、双葉つくしです。月の森の1年生でクラスの委員長をしてます。モルフォニカではドラムをやってます。そしてバンドのリーダーです。モルフォニカは月の森の1年生で結成したバンドで、メンバーにはいろんな子がいます。マシロちゃんはおとなしい子で、トウコちゃんはとてもにぎやか、ナナミちゃんは明るい性格で、ルイさんはクールな感じ。そしてそんな子たちをまとめているのが、しっかり者のこの私。月の森の名前に恥じない素敵なバンドにしていくつもりなので、よろしくお願いします。うん、パッチリ。堂々としてリーダーらしい感じ出てたんじゃない。この撮影のために1週間前から練習してたんだから当然。広町ななみです。モルフォニカでベースをやってます。私のことを一言で言うと、普通の子です。バンドに入った理由は、なんだか普通でいいなと思って、放課後みんなで集まって練習したり、ライブの打ち上げでファミレスでおしゃべりしたり、そういう普通の青春が送れたら嬉しいです。というわけで、ベース初心者だけど広町頑張ります。え、なんで端っこに立ってるのかって、なんでだろうね。あ、いいよいいよ、カメラ動かさなくて。そのカメラを向けられると端っこにいないと落ち着かないっていうか、あ、今のちょっと普通じゃなかったかも。あたし、桐ヶ谷桃子。月の森のカリスマといったらあたしのことだから覚えといて。で、モルフォニカではギターやってる。あと衣装も作ってるよ。あたしの衣装マジいい感じだね。我ながらやっぱセンス爆発してるよね。私の SNS にいろいろ写真あげてるからチェックしといて。で、その流れでフォローしてくれると超いい感じ。それから得意なことはブームの先取りかな。なんかビビッときてわかるんだよね。次はこれが来るっていうのが。ん？次は何が来るのか知りたい感じ。そんなの私らモルフォニカが来るに決まってんじゃん。私がいるし、メンバー面白いやつばっかだし、来ない理由なくね。ま、そんなわけだから私たちモルフォニカをよろしく。ごきげんよう、ヤシオルイです。モルフォニカのバイオリン、そして楽曲の制作を担当しています。以上、よろしくお願いします。それだけ？必要なことは話したわ。終わりにしましょう。もう少しルイさんのことが分かること話した方が。例えば趣味とか特技の話はどう？趣味はないし特技もない。それにその話がバンドの紹介映像に必要とは思えない。
これ見れば十分ルイがどんなやつかわかると思うし。そう、それならここで終了ね。一つ意見を言わせてもらうけど、紹介が目的なら自己紹介ではなく楽曲を聴いてもらった方が効果的だと思うわ。レイヤです。本名は若菜ね。レイザー睡蓮のボーカルとベースを担当しています。ラスに入る前は他バンドのサポートに入ったり、バックコーラスや仮歌の仕事をしてたけど、プロデューサーの父が声をかけてくれてラスに入ることになりました。今までもいろんなバンドで演奏してきたけど、ラスは全然違うっていうか、このメンバーでしかできない音楽をやってるってことを実感しながらいつも演奏してます。最近は少しずつお互いのことを話したりしてるよ。練習後にラーメン食べながらね。そういう時間も含めて私はラスが好き。今以上に結果が出せるように腕を磨いて、このバンドで歌い続けていきたいと思ってます。これからもレイザー睡蓮をよろしく。ベースボーカルのレイヤでした。私たちレイザー睡蓮はガールズバンド時代を切り開く最強のバンド。そこらのバンドと比べるまでもない。それは私たちのライブに来ればわかるわ。他では感じることのできない圧倒的なバンド力、あなたはラスから目が離せなくなる。他のバンドがどんな場所でどんな演奏をしようと、私たちの音楽で全部かき消してあげるわ。次のライブのスケジュールも近々発表する。もちろんライブで披露する新曲もあるわ。今回の曲も最高でエキサイティング、まさに最強。私たちを目撃する準備はできてる？ Are you ready？ 佐藤マスキー、チュチュからはマスキングって呼ばれてる。レイザー睡蓮のドラム担当だ。ラスに入る前はサポートドラマーしたり、まあいろいろ。ボーカルのレイとはその頃からの付き合いになるな。ドラムは小さい頃からずっとやってんだ。親父が元ドラマーでさ、今はギャラクシーってライブハウスのオーナーやってる。一人で叩くときはよく使わせてもらってるよ。ラスに入って初めてちゃんとバンドを組んだから、新しいことばっかですっげー楽しいんだ。メンバー全員で銭湯行ったり飯食ったり、そういうのなんかいいよな。ああ、あとラーメン銀河っていう店でバイトしてる。バイト先でも結構やってるから料理は人並みにするぜ。チュチュが甘いもん好きだからケーキとかも作るし、腹が減ったらラーメン銀河に来いよ。ラーメンでもお嬢のまかないでも作ってやるから。こんにちは。朝日ロッカ、ロックです。レイザー睡蓮のギターを担当してます。ちょっと前まではカッコ仮がついてたんですけど、今は父さんに認めてもらってラスの正式メンバーになりました。このメンバーで音楽を、バンドをやれることが本当に嬉しいです。私たちラスの最強の音楽をぜひライブ会場に聴きに来てください。皆さんこんな感じでどうですか？え、もう少しですか？あとは、あ、そうだ、ポッピンパーティーの大ファンです。岐阜から上京しようって決めたのも、実はポピコさんのライブがきっかけで。チュチュ様にお声をかけていただいてバンドに入り、チュチュ様のおそばでラス
の活動のサポートもしております。作詞作曲だけじゃなくラスのトータルプロデュースまでこなすチュチュ様、素敵です。パレオ、これは自己紹介、自分のことを話しなさい。失礼いたしました。仕事はチュチュ様並びにラスの皆さんが音楽活動に集中できるようパーフェクトな環境をご用意することです。ラスの音楽は鮮度が命、目が離せない展開にはスピード感が大切なのです。スムーズな進行のためパレオはチュチュ様が大好きなジャーキーをいつでも。ちょっとパレオ、さっきと全然変わらないじゃない。ワンスモア、最初からよ。パレオはちゃんと自分のこと話してますよ、チュチュ様。